懐かしい滋賀が写真や動画でよみがえる懐かし賀。今回ご紹介するのは草津線を走っていた SL 蒸気機関車の写真です。明治22年草津線の開業以来、昭和47年まで蒸気機関車牽引による列車が運行されていました。左側の線路脇に立ち並んでいるのはハエたたきと言われた電柱。単身ケーブルが何本も渡され、駅間は結び、鉄道電話などの通信に利用されていました。当時鉄道沿線ではどこでも見られましたが、これもすっかり姿を消してしまいました。こちらは栗東市伊勢落ち付近を走る C57 三宮快速。4両目には現在のグリーン車が連結されています。住民からの要望により昭和48年 D51 型蒸気機関車の保存が実現。現在は手原駅近くの SL 公園に展示され、廃車から長い年月が経った今でも美しい姿を保ち残されています。